スノーボードスクールでの様子をお届けします。今回はグループレッスンとプライベートレッスンの様子をお届けします。タル君がコーチの方に滑っていきます。コーチに教わったことを意識して滑っています。次はココちゃんの番です。余談ですが、滑り終えたハル君はお友達と雪遊びをしています。同じ趣味を持った同年代のお友達ができるのもスクールの魅力です。ココちゃんは手の使い方を指導されているようです。次はショートターンの練習です。ハル君はドルターンの練習です。教わったことがよくできたようです。ココちゃんも滑ってきます。手の使い方を指導してくれているようです。少しずつ上達してきているようです。こちらのレッスンは J クラブというジュニア育成特別レッスンになります。本日はコスの一部を貸し切ってのレッスンになります。 J クラブのメンバーには全日本ジュニアの大会で活躍する選手も複数いらっしゃいます。良い刺激を受けながら練習を頑張っています。しっかり指導を受けて成長していきます。よくできたときはしっかり褒めてくれます。続きましてプライベートレッスンの様子になります。今回はココハルの2人でレッスンを受けます。別のレッスンの人たちと一緒に準備体操をします。今回はスノーボードスクールの代表である次見コーチのレッスンです。コーチングをしながら動画を撮ってくれました。コーチ目線の貴重な映像です。コースを一緒に滑りながら指導していただけるのはプライベートレッスンの良いところだと思います。グループレッスンの良いところはレッスン料が安い、同年代からの刺激を受け友達ができるのです。プライベートレッスンの良いところはレッスン中は常に指導をしてくれます。他の人が滑っている間の待ち時間がありません。また
人に合わせたレッスンメニューで指導をしてくれます。プーサイドターンが苦手でそこに特化した練習をしたり、そんな要望に応えてくれるのがプライベートレッスンになります。なんということでしょう。レッスン後にここ春をインスタグラムにアップしてくれました。たくさん練習したので集大成に大会に出てみます。ショートターンです。ココちゃんもショートターンです。ハルくんのフリーランです。スクールで教わったミドルターンとショートターンを組み合わせて滑ってきます。全日本ジュニアでも活躍している小学3年生は圧巻の滑りを披露します。このような素晴らしい選手と一緒に練習できるのもこのクラブの良いところだと思います。大会の結果をオンラインで確認します。ハル君は直前の大会で負けた年下の子にリベンジできたようです。それでは表彰式です。優勝はできなかったですが満足した大会になりました。欲しかったハンタマ君を嬉しそうに抱えています。ココちゃんは優秀賞をいただきました。この大会を運営していたのもハンターマウンテンのスノーボードスクールでした。概要欄にスノーボードスクールの情報を載せておきます。スクールは初心者から上級者まで対応しております。かわいいでしょ。でいいじゃん。ご視聴ありがとうございました。